チヤマハヤシでした。それでは花笠音頭南京玉すだれ、続いて、皆様と、ご一緒に盆踊りをお楽しみください。鶏ガラ醤油で、はい、結構醤油ベースなんですけど魚介系の、あ、魚介系のね、はい、ちょっと混ざった旨味のある和風ですね。じゃあ和風です。ハーブフラッグって言うんですね。これがハーブフラッグ、ね、おー素晴らしい。取らせてください。はい。でお店の名前は鍋屋と申します。鍋屋さん、はい。あ、何かパワー製品ですか？結構難しそうですけど、はい、財布かなんかですかね。財布、これは小銭入れ。あ、小銭入れ、うん、なるほどなるほど。そしてこちらはスマートキーケース。ここは何て読むんですか？道草です。道草、はい、あの量り売りでお菓子とかを普段売っております。ご君の花江さん、よろしくお願いいたします。それでは皆様3本で締めたいと思います。お手頭を拝借。いいよよ、はい、よ、ありがとうございました。お帰りの際は足元に、ご注意いただきまして、おバス停から見る、夜景を楽しみながらまた下界へとお戻りいただければと思っています。また来年もここでお会いできることを祈って
お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。一言感想など感想ですか。長年インターネット補足と申しますけど、はい、今日はどんな役目をされたんでしょうか。イベントのカメラマンをさせていただいておりまして、まあ、主にあの記念写真であったりとか、あとはテナントさんの撮影であったりとか、はい、あとはあの、まあ、クライアントであるカズルさんの撮影であったりとかをさせていただきました。すごい、いい写真撮れましたか。いい写真撮れました。あ、夢はどんな夢があるんでしょうか。夢ですか、はい、夢か。でも夢、これでいい夢はないんですけど、うん、やっぱりなんか人を幸せにできるような人間ではありたいなっていうのはすごい思ってますね、うん、なるほど。ぜひ夢に向かって頑張ってください。頑張ります。今日はありがとうございます。ありがとうございます。一言の感想をどうぞ。今日のいや、そうですね、夜景がすごいやっぱり綺麗ですね。1年ぶりですけど、まあ、去年はコロナ禍でね、はい、割とあのまあこう、うん、ちっちゃい感じというかね、わーって楽しむのがやっちゃいけないんじゃないかみたいなあったんですけど、今年はもうブレーキもノンストップで何もなく、はいはいはい、そうですね、ストッパーもなく、みんな精一杯なんかやりたいことをやりきった感じがあったと思うんで、うん、まあ、第2回ということ で、 そうです、ね、かなり第1回目と比べて、そうですね、ハイブリッドな感じで、あの精神性の部分と日本の原風景の部分がうまく調和できたかなと思ってます。はい、こんにちは、長野インターネットと申します。お願いします。今長野県は千曲市に来ておりますけども、はい、農業祭り、はい、あ、祭りになったんですね。祭りです。はい、楽市楽座でつなぐ会が、はい、実行委員会でやっている納涼祭りですね。あ、祭り、こっちからね、はいはい、というわけで今あのボンダンスはじめいろんな出し物終わりました。はい、どうもお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。今年で第2回を迎えたんですけども、何か苦労されたことってあったんでしょうか。はい、そうですね、1回目が思いのほかお客さん数が多かったので、はいはいはい、ちょっと2回目はシャトルバス、はい、今回初めてシャトルバスを桜正規さんの工場のところをお借りして、はい、ここまでの送迎を、はい、しました。まあ、今年何か変わったことって何かあるんでしょうか。今年は第1回目の時の太鼓の方がちょっと急遽体調の関係で出られなくなって、はいはい、で太鼓がね、やっぱり夏祭りといったら太鼓と思いまして、でお友達の悟空のかなえさんに声をかけさせてもらって、そしたら調整して出ていただけるということで、新しく女性の太鼓の、太鼓打ちの方が入ってくださって、あとは、インドの和踊りを最後にやったんですけど、はいはい、そこも女性のよろず屋でワンデーシェフをしているさらしな花織工房さんのしおりさんがね、最後のインドの和踊りを教えてくれて、そこと太鼓と皆さん初めてここで踊るっていうことが新しいことでやってみました。ご年配の方の団体さんも、そうですね、一緒にやられるっていう意味ではすごく、はい、画期的だなと思うんですけどはい、玉すだれと花笠音頭と盆踊りは、よさこいちくまのお母さんたちが、はい、やってくださって、去年もやってくださったんですけど、今年はまたそこに花笠音頭のチームも加わって、踊りのリードをしてくださったので、見よう見まねでね、みんなできたと思います。そして踊り方もその、まあ、ご年配の方なんですけど、はい、まあ、上下だとか右とか左とか本当にご指導されていていや、なんか最近は見たことない景色かなと思ったんですけど。そうですよね、盆踊りってやっぱりもうここのところやったことない人が多いと思うんですよね。私の後ろで踊ってた、今日ボランティアやってくださった大学生も初めてだって言ってました。なのでそのぐらいやっぱりもう地域でやらなくなっているものなのでね、こういう櫓を中心にこう回るなんてことちょっと見かけたことないですよね最近そうですね、これが昔はいろんな地区のお宮とかね、でやられてたんですけど、やっぱりお盆になってもそういう音楽が聞こえてこなくなりましたので、やってないと思うんですよね。それはちょっとこういうところで地域関係なく
あの世界のものも入れながらその時出てきたものでやるっていうスタイルで、もう来年のことを考えてますでしょうか。来年ね、どうしましょうね。あのやっぱりどうしようかなって毎年思うんですけど、やったらやったですごく充実感があって、はいはい、あとみんなの笑顔が最高なんで、あのこっから始まるご縁ってあると思うんですよ。同じく汗をかいて輪になって踊ってからっていうのがあるので、やっぱり何かしらこういう形で何かできたらいいなと思っています。田鶴さんのこうネットワークで広く、いや私のネットワークなんか本当になくてね、あのライブはライブの方たちがもうやってくれるし、私当日まで分かんないんですよ、うん、そうなんですか。はい、あの日取りと あとは会場とかバスの出配とか、そういったあの裏方のことだけ、はい、やらせてもらって、あとはもう皆さんが作っていくお祭りなので、うん、はい、やってみて、ああ今年はこうなったっていう、はいはい、それの景色が見たくてみんなここに来てる気がしますね。協力者が年々増えていくような、そんな感じがするんですけどね。本当にみんな素晴らしい方たちでね、なんか楽しんでやってくださってる、やってくださってるっていうか、その姿が見れるのが本当に私の宝で感動しますよね。まあ、よろず屋さん含めて、まあ、今日大変なスタッフが多かったと思うんですけども、はい、今後どんな風にやっていこうと思うんですか。今後ですかね、はい、それはよろず屋スタイルはいつ何が起こるかわからないので、ただあのみんなで手を取って何か形を作ったり、気持ちのつながりっていうのを大事にしたものができたらいいなっていうところは変わりますよ。ぜひ実現してください。はい、ありがとうございました。今日お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。